始まってる。こんばんはー。わーい。こんばんはー。インスタライブでーす。違うか。武藤凛ですか。あ、今日はね、ちょっとあること、インスタのコラボ配信をしようかなと思ってるので、来てくれるかなー。私が送ればいいのかな。ちょっと送ってみよう。い、追加するでいいのかな。できた。あー、やっほー。あ、え、やっほー、こんにちは、かおちゃん。すごい、すごいね。うん、初、初、うん、え、嬉しい。なにこれ。すごい。あ、肌綺麗になった。おお。すごい、おもろい。これ、え、これさ、全世界に配信されてんの。うん、やばい、これ何、これ、なんか右から湧き出てる。あー、え、あすごい。なんか面白いになるかな。うーん、これかわいい。あ、かわいい。提供、提供。え、すごいすごい、かわいくしてくれた。え、かわいい。こんばんは。どうしたの、目熱いの。そう、ちょっとビーム出ちゃった。あ、ウケる。久しぶり、やっと会えたね。おりんちゃん、犬飼い始めた。うち、あ、なんて名前なんですか。ムルちゃん。なにそれ、なんかすごいコメント来てる。アニメ顔、なんかちょっと時差あるんだよ、ね、あ、なくなっちゃった。え、そうなの。そう、コメント多分。うちアメリカにおるからかな。あ、そうかもしれん。あ、コメントだか。え、なにそれ、かわいいじゃん。これもお兄ちゃんに会ったことあるんだよ。え、なにそれ、え、覚えてない。え、なんで、この前これで遊んだじゃん。ブルちゃん、ブルちゃん。え、覚えてない。え、嘘、覚えてない。ドイヒー。あ、まあ、すごい、ドイヒーって言われた。え、すごい、ここにいるみたい、触れそう。座ったら多分画面反対になっちゃうよ。ここ、うわー、すごい楽しい。あ、テレビつけっぱだった。何見れたの。ん、ニュースゼロ。うん、あれ切れない、いっか、この聞こえないか、聞こえないね、切れなかった。すごい、おもろい。じゃあここはカフェね、カフェ。わかった。何注文する。どうしよう。カフェ当てかな。じゃあうちミルクティー。すいません。あ、面白い。カフェラテと、うん、ミルクティー。あ、え、ミルクティーないんですか。え、ね、ミルクティーないって。え、なんで、砂糖切れてるって。うん、ミルクティーないらしい。なんかさ、プリン、プリンもないらしいよ。え、プリンないの。うん。あ、プリンしかないらしい。プリンしかない。プリンしかない。プリンしかないんだ。あの、美味しいやつないんですよ。じゃあ、あ、マカロンならありますよ。あ、マカロンもあるんですか。はい。超いい匂いする。どら焼きみたい。ね、マカロンです。マカロンなの。うん、え、でもそれ見たことある気がする。これオリンちゃんと遊んだもん。あ、やっぱそうだよね。うん、おもろい。私そういうのないな。ないの。そういうのない。なんかあるかな。いる、これ。いらない。900円やで。意外とするんだね。意外とする。あー、楽しい、面白い。
皆さん時差がすごいんだって。テレビ消したい、消したいんだけどさ、うん、テレビの前にぬいぐるみがあってさ、センサーが反応しない。まあ、いか。今日何してたの？今日は、本当に外に出てない。だよね。うん。もうやだ。何してたの？あ、今日は卵焼きを作った。あ、すごい。美味しかったです。いいな。オリンタンは？私は今日はたまごっち育ててた。あー、なんかさ、パパラッチが好きなんでしょ？違う違う、オリンちゃんの好きなたまごっちはパパラッチなんですよ。パパラッチ、パパラッチでしょ？パパラッチ、うんうん。それ、あれ、オリンちゃんが次に好きなのはゴザルッチ。ね、やだね、またゴザルッチになりそうなんだよね、今の。え、そうなの？そうなの、だからすごいね、頑張ってる今。なりたくないの？なりたくないの。何になりたいの？メメッチ？ラブリッチになりたい。あー、言ってたね、ラブリッチ好きって。そう。そう、パパラッチ。あ、何これ、すごい。お、すごい、コメントめっちゃ見える。トリちゃんは何リッチになりたいの？うちはちょっと待って、今面白い答え考えるからちょっと待って。おぎりな。どうしようかな。あれだよ、あれ。そりゃあれだよね。あの、スクラッチ。すいません。ルトシックス。なんも面白いの思い浮かばんかった。おぎちゃん、かわいい。何面白い、本当に。おりんちゃん可愛いですね、皆さん。ハード。大喜利のさ、なんかお題みたいなやつ考え、コメントでもらってさ。あ、いいよ、やろう。始まり始まり。始まり。焦点ね。うん。お題プリーズ。面白いよ。お題くださいな。お題ください。何を抱いて大喜利をするの、今から、かおりちゃんが。あ、トムさん、動物の森、動物の森が大喜利で、何党かってこと？わかんない。うん、いや、動物の森武藤をつけるとしたら、あ、だって、え、何、動物の森の島に名前をつけるとしたら、はい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 、はいはいはい、武藤。あー、すごい。いとこが武藤にしてた。あ、へー、もっと面白いの考えよう。え、あるかな、なんだろう、面白いのないかな。ピーターラビット面白くない。なんだろうな、ちょっと待ってな。塔でしょ。うん、難しい。無人島わかんない。え、動物の森なのにさ、島なんだね。確かに。ね、意外、なんか海って感じ。ね、うん。じゃあ、ないかないかな、みんな。お題。皆さん。それか、コントやる？あ、いいよ。それか、嘘つき選手権やる？ねね、何人選手権？嘘つき、あ、はいはいはい。はいはいはい。懐かしいワードを言った方が勝ち選手権。いいよ。でも私勝てる気がする、それ。え、待って。絶対世代違うよ。確かに。かおりちゃんの方が有利じゃん。いや、待って。どうしよう。じゃあ、めっちゃ。22でしょ？うん。はい。はい。ギャルズ。ギャルズ知ってる？知らないです。なあ、ほら。25歳。どうしよう。あのね、いや、ほんとね。もうちょい上の世代、27、8くらいの人が、の女の人が、うん、あ、わかるってなってる。ラルフ？ギャルズっていう漫画らしい。へぇ、いいよ、はい。なんだろう、なんだろう、ムスキング。あー、あー、待って、なんだろう、そこまで来てるのに出てこない。じゃあ、悲しい、出てこない。相手は、待って、
ってなりそうなことを言えばいいんじゃない。あ、なるほど。おりんちゃんがあってなりそうなこと。そうそうそう、私かおりちゃんがあってなりそうなことだったら君団子しかないんだけど。あ、君団子。だから。あ、じゃあ。おりちゃんがあって言ったのこと、はい。はい。カードキャプターさくら。あー。あとなの。おはいはいはい。エンジェルブルー。あー。めっちゃ耳立った今。ポーポレットとかでしょ。あ、そうそうそう、ポーポレット。ピアノね。小学校の時、ね、好きだった子からのバレンタインのバレンタインのお返しがエンゼルブルーのなんか缶のフレーバー子だった。おしゃれ。ね、なんかね、ポンポネット大好きで。え、わかる。この前ね、久しぶりにね、子供服のポンポネットの店に入っちゃったの。なんか勝手に。いや、なんか引き寄せられちゃって、入っちゃって、なんか買うみたいになっちゃった。でも今はあれだよね、サマンサタバサになりたいんでしょ。そう、将来の夢はサマンサタバサ。そう、将来の夢はサマンサタバサなんだって。かわいいんだもん。楽しいね。楽しいね。じゃあマジカルバナナしよう。いいよ。あ、やろうやろう。せーの、せーで。どうしたの？大丈夫？大丈夫。せー、あ、どっちから？私から？うん。じゃあおりんちゃん。せーの、マジカルバナナ。バナナと言ったら黄色。黄色と言ったら、はい。もう一回、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 もう一回。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色。黄色と言ったらチームフォン。チームフォンと言ったら元気。元気と言ったらあれよね。なんでマジ。元気と言ったら子供たち。子供たちと言ったら公園。公園と言ったら劇場。劇場と言ったらユイリーさん。ユイリーさんと言ったらリンゴ。リンゴと言ったら青森。青森と言ったら横山由依さん。横山由依さんと言ったらチーム8さん。チーム8と言ったら8。8と言ったらブンブンブン。ブンブンブンと言ったらカナブン。あ、カナブンと言ったらチーム K。チーム K と言ったらリセット、あのリセット見てます。リセットと言ったら彼女になれますか。彼女になれますかって言ったらお弁当。お弁当と言ったら卵焼き。卵焼きと言ったら今日作った。今日作ったといえばと小籠包。小籠包昨日おりんちゃんなってた。面白い。面白いね。小籠包。まだやるの。小籠包と言ったらおりんちゃん。なんで？昨日なってたでしょ。あ、なってた、なってた、ね、なってた。楽しかったね。フィルター使ってね、送りやすい。なんか私が小籠包のフィルター使って香里さんに写真送ったの。そう、面白かった。あ、楽しい。じゃあ山手線ゲームしよう。お風呂配信？ラジオ配信するって言ってる。ラジオ配信。私がインスタライブしてるの見て楽しそうで羨ましくなって。あー、おいしい。あー、楽しい。楽しいね。こんな感じなんだね。面白い。なんかいいね。なんかさ、あれみたい、テレビ電話みたいなの。確かにテレビ電話さ、したことなあるよね。ないよね。ない。誰と間違えてるの。違う。ない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 。ない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 。ずんちゃんとかどうする？テレビ電話。あやみんとか。え、でもね、本当にね、ずお母さんとしてる。あコメント来てる。めっちゃ歯白く見える。やったやったやった。何喋る？何がいいかな。ショールーム犬にね、聞いて。私も塗り絵始めたの。え、そう、本当に。そう。え、それは朗報。
鏡あ、ねえ、持ってくるのりえ。え、そう、すごい。だいぶ前におりんちゃんってやったよね。ね、結構前だよね。見せていいそこ。え、いいよ。え、全然覚えてない私。どんな感じ？え、めっちゃ綺麗に塗ってたよ。え、そう。うん。見たい。なんかね、そのおりんちゃんと塗ったんですけど、そのページしか完成してない。じゃーん。え、めっちゃさ、こっちがおりんちゃん。めっちゃ違う。そう。こっちがおりんちゃんで、こっちがうち。めっちゃ、うまくないですか皆さん。おりんちゃん、美術の才能があります。ない、なんか。めっちゃうまい。なんか、なんか、すさんでる、私。え、こっちとかさ、やばいもん。なんか、子供がやったみたい。かわいいじゃん。楽しかったね、この次元。もう、あれ以来さ、進んでないんだよね。これも途中でやめちゃったし。え、すごい。そう、もう飽きちゃって、途中で。続けなきゃ。ああ。近い。なんかさ、近いんだよね、私。なんでなんだろう。近いかな、やっぱり。だいぶだいぶ。やっぱ近いのかな。いつも近いかもしれないね。そうだよね。元気おりんちゃん。元気だよ。元気。元気。また。飽きるなよ。本当だ。ちょっと時差があるね。うん。みんなこんにちは。そっか、これみんなおりんちゃんのファンの方や。いや、違うよ。あ、本当だ。そう、うん、かおりちゃんのファンの人もいるはず。あ、そう。はじめまして。はじめまして。はじまめして。次は猫になりたいと思います。あーん、どれが漏れるかな。ワンちゃんが漏れるね。ワンちゃんかわいい。あー、面白い。かわいいお兄ちゃん。お兄ちゃんめっちゃかわいい。なんで。かわいい。かわちゃん近い。かわちゃんもかわいい。ツインテールかわいい。え、ねえ、すごい、自分でやった見て。え、すごい。クルリンパの進化系がもうボサボサになった。すごい。ヘアアデンディ。ゼロデジの。ヘアアレンジのセンスゼロ。やだ。切れない、ほんとに。うさぎの足が邪魔して切れない。ああ。あのうさぎ。あのうさぎね。またお泊まりしようね、いつか。うん。いつか。切れよな。マック食べたい。なんかでも不意に来るよね、不意に。うん。マック来る。なんかさ、ストロベリーパイすごい気になる。あ、気になる。え、で、来て、それを気になって、うん。行ったのね、前。うん。気になったのくせに、アップルパイ買っちゃった。間違えた。お邪魔します、だって。お邪魔しますの返し言葉って何なんだろう。ようこそ。邪魔すんのやったら帰って、ほな帰るわーっていうのが新喜劇である。びっくりした。何言い出すのかな。なんかね、そういう流れがあるのだから、それ言う。でも知らない、知らんかったらちょっと失礼かな。だね、確かに帰っちゃいそう。ね、ね、だよね。クレオパトラかわいいよ、りんちゃん。何食べたの今日は、ご飯。今日は、なんだっけ。あ、はい、ピザトースト作った朝。なんか美味しそうだね。もうさ、美味しかった。いいな。何食べたの今日は、なんか。あ、はい、当てます。あ、はい、はい。小籠包とか違うかな。あ、違うか。何食べたの今日。なんか、トッポギと、なんか、なんだろう、なんかさ、うん。トミが勝手に作ってて、なんか流行ってるんだって。なんかね。トッポギ？トッポギとなんか、中国、四麺みたいな、なんかそんななんか変なやつ作って、変じゃない。なんかよくわかんないやつ作って。美味しそう。すごかった、辛かった。食べたい。辛いの？辛かった。食べたい。お腹すいたよ。
今ね、食べたいのいっぱい。まださ、スターバックス行きたい。あー、え、じゃあ待って。けどスタバに行ったら、うん。何頼むか。お互い何頼むかみたいな、せーので行ってみよう。いいよ。当たったら、うん。バーイ。ねえねえ待って、今あやみちゃんいたかも。え、そう。あ、え、これあやみちゃんだよね。やっほーやっほー、すごいすごい、面白い、うん、あやみー元気、ね、あやみちゃん元気、返信来るかな、来るかな、来るかな、あやみそ、あやみそ、おりんちゃん何頼むか分かるよ、うち。うそ、ダークモカチックフラペチーノ。ブブーなんかおしゃれになんかさ、ありえないくらいさ、あれしてそう、りんちゃん。なんか、何々を追加でホイップも2倍で、みたいな。やんないやんない。やんないの？なんかおしゃれにしとりそう。画面に向かって手振ってる2人とも会いたいよ、だって。嬉しい。え、嬉しい、会いたいよ。これ3人できたらいいのに。あ、できないんだ。会えない私たちはちょっとそばにいるのに心は、あ、ほんとだ、画面に向かって手を振っちゃう、自分で決めたくせん、面白いコメントだ。あやみん絶対ね、画面見ながらニヤニヤしてるよ、私にはわかる。あやみんの真似する、あやみんの真似、やってやって、じゃあこれあやみんのスマホね、うんうん、ねえおもしろいねえって言いながら見てそうめっちゃわかる、あとなんだろうな、あやみんと言ったら、あやみんと言ったら、うん、おりんちゃんのさ、見方もわかるよ。何？じゃあ、うちがインスタライブしてるとして、おりんちゃんが見てるバージョンね。うん。あ、ちょっと待って、思いつかんかった。ねえ。思いついてないよ。ああ、見づらい。あ、じゃあ、もぎさんのインスタライブを見てるおりんちゃんの真似するね。うん、見たことないけど。いくよ。うん。あ、どうしよう、コメントしようかな。え、どうしよう。ってやってる。おめでとう。え、待って、コメントしていいと思う？いいと思う？いいと思う？って言ってそう。ごめんね、いつも聞いちゃってる。違う、想像、これは想像だから。想像だから。かわいい。かわいいっす。ね、正解だった、あやみちゃん。あ、やった。イェーイ。イェーイ。イェーイ。面白い。やばいやば、むっちゃさ、どうしよう、テレビうるさいわ。あぁ一回消してきたやば。ちょっと、ちょっとさ、マカロンにつないでもらえマカロンにつないでもらえ、面白い。ほんとに面白い。よいしょ。ただいまカロン。ただいまカロン。すごいね、楽しい、これ。よいしょ。おぉ持っちゃっ、携帯持っちゃってるよ。すごい、ああ、こういうことか、よくさ顔やってる人いる、近い近い近い、やってやってやるやつ、近い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 、なんかさ、お兄ちゃん肌白くて私黒いから、なんかさオセロみたいになってないよ、明るいのかな、うん、美白なんだよお兄ちゃん、違う違う違う、かわいいお兄ちゃん、あ、顔つなげない、え、どういうこと、顔つなげてみよう、つなげてみよう、スクショタイム、せーの、近いな近い近い、え、遠いよ、ねえねえねえ、ナーマンって書いてるよ、ナーマン、どこにいるの、どこ、待って、見つけられてない、ちょっと待ってよ、だって私が先に見つけてみる、いや、うちが、あ、いた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 、いない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 、あ、待って待って、犬が2匹って書いてある、どこにいる、ね、3番目ぐらい、ごめん、適当に言った、そんなネバーランドみたいに右から2番目あ、ほら、いるじ
ゃん、ここここ。どこだよ。これだってば。ここにいるじゃん、ナーマン。なーみー、ちょっと存在感出して。ナーマン。コメントしてみて。すごい、15期いっぱい来てくれる。ね、嬉しい。16期ぽーん。あ、違った。ナーミーじゃなかった。ナーマン。これ上に行ったらいけんのか、下に行けばいいか。まあそのうちきっとまたしてくれるかな。そうだね、待ってよ。じゃあ、ヤッホーって言ってる、嬉しい。あ、ヤッホー、あ、ほんとだ、いたいたいた、見た。ヤッホー、ヤッホー、ナーマン、久しぶり。お元気ですか。お元気ですか。すごい、めっちゃおもろいこれ。ワンちゃん、ね、ワンちゃん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 。あー面白い。ぬぬぬぬぬぬんって言ってる。ぬぬ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 ぬ。オリンパス。ナーマンナーマンナーマン。ワン。すごい、びっくりしたら耳立つんやな。すごいね。すごい。私今いるよ、あん。見せて見せて。違う、尻尾だった。いで。あ、おぐりだ。おぐり。おぐり。かわいい、それ何、カバン？これはクッションなの。なんか足が2個なってて。すごい、かわいい。そう、今これに酔いかかって配信してた。重いって言ってる。重いよ、痛いよって言ってるよ。唐揚げくんっていうの、名前。すごい、かわいいね。唐揚げです。今度唐揚げ食べに行こう。いつか。わ、うん、かった。急だね。なんかさ、おかしいんです。皆さん聞いてほしい。なんか香りが。何？なんか例えばどこかに遊んだりするじゃないですか、うんうん、その時になんかなんかまだ例えば1日だったなんかお昼に会って夜にバイバイとかだったら、うんうん、なんかお昼の、うん、例えばカフェって映画見て、うん、バイバイとかよくあるよね、うん、そういう時に、うん、映画を見てる時に今日一日楽しかったねまた来ようねって言ってくるんですよ。いや気が早いね。いや言っちゃうの。もうさ、だってさ、もう早くまた遊びたいじゃん、うん、結構前にさ、お泊まり行った時もさ、うん、私がさ、お家入った、入ってさ、ふぅってなった時にさ、うん、また泊まりに来てねって。私も帰るの。いや、だってさ、もういっぱい言っとかなきゃさ、また来てくんないじゃん。確かにね。行くよ、行くよ、いつでも。うん。え、でもさ、オディンちゃんもさ、あれだよね、うん、あのさ、あれでしょ、怖い、何言うの。あれだよ、何も思いついてないのに話しました。気が早いわ。ねえねえ、あのさ、はい、今思いつい、今じゃないけど、昔思いついたギャグすんね。うん、ゆうきやこんこん風バージョン。うん。ゆうきや。あ、終わり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 です。ありがとうございました。ああ、おかしい、本当に。そうなの。くんくん、すごい鼻動いてる。そう、動かない。押していい鼻。多分画面切り替わっちゃうよ、逆側に。マジ？タップしたらね、なるんだよ。怖っ、危なかった。怖いよ、怖いよ。すごい、今163人。あ、ナーミンいた、ナーミンいた、ナーミンいた。本当だ、ナーミンが笑ってる。ナーミン、ナーミンの見てるモノマネしよう。え、オレンジもカオリちゃんやってる。え、多分
分ね、多分ね、普通に意外とね、真顔ゴリンちゃんとカオリちゃんやってるみたいな。ママ見てって感じだったの。マーマン、マーマンここにいる。そう、マーマンここにいて。マーマンにそう言ってるかな。どうだろう。え、ねえ、二人やってるよ。うん。モノマネって難しいな。難しいね。ナーマン、ナーマン。ラーメンとナーマンどっちが好き？ラーメン。え？なーまでもさあ、コメント来た。二人とも弾けてるね。そうなんです、私たちポップコーンの擬人化なんです。今言おうとした。え、すごいすごい。ポップコーンがって言おうとした。ポップ、ね、あれ飛ぶタイミング自由じゃん。いつも迷うよね。そう、結局飛べずに終わるの。ヘビロテでなんかこういうポップコーンがあるとこで好きなとこで飛ぶんですけど、そうそうそう、お好みなんだよね。お好みの、そう、お好みで弾けてくださいなんだよね。そう、でも被んない方がいいですみたいなやつさ。そう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 、鏡見ながらいつ飛ぼうかなってこと終わってんの。一生弾けるの。しかもさ、隣の人が飛んだら飛ぼうと思って。そう、こうやって見てるんだよね。隣も飛んでないじゃん。みんな飛んでない。飛ぶタイミング難しい。あれ難しいよね。うん、難しい難しいさ。うん、楽しい、これ面白い。かわいいよ、りんちゃん。今日もかわいいよ。もう私はもう笑いすぎて、笑いすぎて、わかった、その先わかった。笑いすぎてバタースコッチ飲みたいんでしょ。スタバネタに戻るんですか。もう、うち、ねえ、バタースコッチってなんなの。めっちゃ飲みたい。ねえ、でもバタースコッチって名前初めて聞いた。ねえ、もうバタースコッチのことが頭から離れなくて、うん、ずっとバタースコッチって考えてるんだけど、まだ検索はしてないの。あ、バタースコッチが何者なのかもいまいちよく分かってないっていう予想は、うん、バターで、うん、なんかスコッチなんかなって思ってる。バターが少しってこと。そう、バタースコッチ。バタースコッチね。フードかぶろう。フードないんだわ。フードないの。フードないの。なんでやねん。ワンピース着ちゃった。かわいい。インスタ、なんかお家でインスタしようかなと思ったけど、結局無理で、結局取らずじまいでワンピースだけ着たみたいな感じになっちゃった。あ、映えってこと？そう、無理だったの。確かに。載せるやつないもんね、今。ない。じゃあ、キャラ巻き好きだよって名前。キャラ巻きって何？あ、はいはいはい。キャラメル巻きアート？すごいすごいね。っていうのね。すごい。ナーミンさ、なんかスタバなんか慣れてそう。なんか、え、ナーミン、え、じゃあね、問題ですね。私ナーミンから教わった言葉ね。なになに？ドラスト。ドラスト？うん。スタバ用語？スタバ用語じゃない。日常用語。ドラスト？ドラスト。ドラ、で待って、絶対当てるね。うん。ドラン。ドラン、ドラン、ドラ、ドラン、ドラ、ドラえもん、ドラえもんストーカー。やだ、伸びてくるんだ。え、ドラスト？あ、やばい、答え見ちゃった。あ、どうぞ。ドラッグストア。正解。え、そういうことね。うちも言おう、今度から。私も言おうと思った、ドラスト。さすがナーマン。ドラスト5倍でだからとか言ってみた。ポイント5倍で。ナーマンはさ、お店詳しいイメージ。詳しいよね。ね、ウィンクしてあげる。あ、あ、あ、もうね、ハートが射抜かれました。あは、あはっつ、怖い。ドラえもん、ドラえもんみたいになれたらいいね、いつか。
え、私ね、タケコプター使ってみたいんだ。え、なんか飛んでそう、りんちゃん。飛びたいの、そう。え、もしさ、見たらどうしたら、ゆうち。え、とりあえず、うん。え、どうしよう。え、でもやっぱり一人だと寂しいから、一緒にと、あの、同じラインまで飛んできてほしいかも。いいの？うん。なんか飛んでそう、りんちゃん。え、もし見たらさ、え、通報せずにさ、冷静にしとけばいい？え、なんか普通に、だから一緒に飛びたい、かおりちゃんと。あ、オッケー、うちもじゃあちょっと、あれやな。一個ちょうだい？うん、落としてくれじゃん。あ、かおりちゃんだったら、ポンってやるね。そしたらさ、プッてついたら、プーってついたら。あ、やばい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 。やばいやばいやばい。やばいやばい。やばいやばい。飛んできた。あ、飛んでいく飛んでいく飛んでいく。ってなっちゃう。すごい。飛べてたね、今。そう、今飛んでた。うん。ハローレディース。ハローレディース。英語。インスタバイバイ。インスタバイね。おりんちゃんのタケコプターテイク飛行。テイク飛行。ドゥー。でも、おりんちゃんは運動神経いいから多分上、めっちゃ上の方飛びますね。でも走るのめっちゃ遅いよ、私。え、そうだっけ、おりんちゃんって足速くないっけ。走るのめっちゃ遅い、私。え、意外。意外の極みを飛ぶ。メモースでなんか久しぶりに走ったらめっちゃ遅くてびっくりした。あ、そうだ。そうだそうだそうだ、覚えてる。懐かしいね、ネモースさん。ね、楽しかったね。ね。あれさ、うん。すっごい楽しかった。すごい。あのね、かと思った。特に楽しかったのは、うん。なんだろう。なんだろうね。何やったっけ？シャトルラン。地獄だった。なんかもう感動的やったな。感動だったよね。もう泣いたもん。なんか泣けてきた。ね、みんな泣いてたよね。うん。いやー、もう早いね、あれから。あれだってね。おりんちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。うん。は、白い。え、ねえ、これ歯白く見えるよな。うん。なんで？多分歯が黒いからだと思う。え、でも、そんなことない。え、白く、うん、黒くないよ、そんな。え、ほんと？めっちゃ肌黒いんだよね。うん、こんばんは。こんばんは。おりんたん。ね、面白い、これ。二人ともテンション高いね、だって。そうなん。え、なんかいつもこんな感じだよね。うん。え、もう、いつもさ、こんな感じだよね。うん。同じこと。同じこと言うの。ああ、面白い。いつもこんな感じです。なんか、たまにっていうか、なんかレッスンとか一緒だった時とかにさ、ファミレス行ったじゃない？あ、うん。超楽しかった。懐かしい。ね。美味しかったよね。あと、うん、私、いいもの、あ、ダメだ、携帯見せようとしたら携帯でやってた。ああ。私、おりんちゃんホルダー持ってるんですよ。え、なんかね、作ってたよね。そう。かわいいから、おりんちゃんの写真集めて、そう、うちが撮影したかわいいおりんちゃんホルダーがあるんですよ。本当に変わってる。めっちゃかわいいんですよ。見せたいけど、ちょっと。見せたい、見せない、私だって携帯ないから。ここには、携帯がないのですよ。見せたい、見せない、見せない、私たち。てんてんてん。シャメは、記憶の中で、眠る。ちゃうちゃう。あ、ある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 。あるんだけどさ、下手くそだっためっちゃ。この前さ、オンデマンド見たよね、一緒に。え、見た。なんか、なんとか、リバイバルオンデマンド。ね。楽しい。オンデマンド楽しいよね、見るの。楽しい。私、かおりちゃんのあれが好き。何？生誕祭の。うん、
なんまあみたいな。マンゴー。そう、あれ毎回言えないの。なんか言えなさすぎて回ってこなくなっちゃって、うん、そう、クビになったかと思ったの。うん、そしたらこの前回ってきた。よかったよかったよかった。よかった。オールナイトマンボゴーって言ったの。そう、なんかマンゴーなのね。うん、でマンボーって言っちゃダメなのね。うん、でそのスタッフさんと、これ絶対マンゴーだからねみたいな言って、うん、はい分かりましたって気合い入れていたらね、マンボーって言っちゃって、うん、ですぐ直そうと思ったらマンボゴーって言っちゃった。ポケモンにそう。どっちも言っちゃった。本当面白い。そうなん、でもこ前はね、成功したんよね。あ、よかったよかった。ありがとう。初成功？最近じゃない？あ、でも昔初成功したことある。ああ、よかった。最近さ、言えなくて、言えるようになったの。うん。よかった。かわいい、おりんけん、かわいい。なんで話のネタなくなると、そう言ってくれるん。え、ね、思った、そうだよね。でもさ、かわいいから写メ撮っとく。うちな、あ、待って、これさ、古い携帯なのね。うん。今使ってないやつ、うん、でもなんか同期されてて、うちの携帯と、だからオリンフォルダがある。え、そんなことあるの。なんかまだこれ、なんかもうやれない、なんかよくわかんないけど、なんか一緒になってんのよ。ちょっと私もよくわかんない。でもオリンフォルダ怖いんだけど、私正直。かわいいオリンタンフォルダ見て、これいっぱいあるの。かわいいでしょ。やばい、怖い。冷静にキモいな。そんなことないよ。うちのおすすめは、うん、ね、どれだろうな。あ、これ好きですね。これ好きですね。チキンを頬張るオリンタン。これかわいい。いついついつ、あ、握手会だ、握手会。そう、握手会のやつ。あとは、うん、いっぱいあるんだけど、ね。どれか知らなかった。どれが可愛いかな。あ、まあ、でもこれは定番で可愛い。プリンとオリン。可愛い。懐かしいね。いっぱいね。あ、あとこれも可愛いんです。犬みたいな。あ、犬みたいな。すごい。可愛い。え、めっちゃ可愛い。やばい。可愛い。オリンちゃん。違う、違くないっしょ、違くないっしょ。え、一緒一緒。マジで一緒。一緒一緒です。一緒です。オリンちゃんがオリンちゃんと配信してるみたい。かな、こんな感じかな。可愛いですよね。あとね、あ、これも可愛いな。ねえ、私も可愛いじゃらし見せたいけど、今自分の携帯やってんだよね。え、かおりちゃんもキモいから見せなくていいです。え、なんで、私いっぱい可愛いのめっちゃ持ってる。いや、見せなくていいです。切れてる。二人とも楽しそうだな、だって。え、楽しい、なんか本当に楽しい。楽しい。はい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 。楽し力検査。はい。右。はい。左。すいませんでした。楽しいのしいってことです。面白い。すいません。テンションが。私も今日ちょっとツッコミが冴えてない。やばい。え、なんで冴えてるよ。冴えてない、冴えてない。いつも私は突っ込むからね。それはない。それはない？うん。突っ込んでね。パチパチパチ。ハム太郎のモノマネやって。え、それかおりちゃんじゃん。かおりちゃんのお箱、お箱じゃん。違うよ、私がおりんちゃんには言ったの。コメントを見てるふりして言ったの。これやってほしい、こっち。クシクシってやってほしい。やって、やる、かおりちゃんやってよ。かわいい、絶対。やってみて、じゃあ、見本見たい、見本見たい。いくよ。へけクシクシかわいいかわいいかわいい。すいません。鼻動いてる、見て。動いてないよ。なんで動いてるよ。なんかさ、右側からハートが湧いてるんだよね。あ、これは多分なんか、うん、今ライブを見てる人たちがなんかいいねみたいなのを押してくれてるんだと思う。え、そういうこと？多分。え、可愛くしてくれてたんだね。え、じゃあこの画面記念に写真撮ろうっと。顔決めといてな。
待ってな。あれこれカメラってさ起動しない？あ、した。はい。ああ、あ、いいのか。いくよ。はい、チーズ。どこ見たのか。ありがとう。何やってんだろう。ありがとう、おりんごと。おりんごと。おりんごとって後藤おりんさんって感じだね。いそう、はい、いそうだね。いそう。なんかいそう。後藤おりちゃん。ん？後藤おりんっておりごとってことはさ、武藤おりんだったらどうなるの？おりむとう。なんなんこの会話。知らん。シラペチーノ。シラペチーノ。シラペチーノ。えねね。何、うん？なんかそれ欲しいのとプラシラペチーノって似てない？あ似てる。えねその話前一緒にしたよ。えしたっけ？うん、あのさ信号のとこで。どこ？信号の渡る前にしたじゃん。したっけ？あれ？かおりちゃん、フラペチーノ？うん、フラペチーノ。これがめっちゃフラペチーノ。あれも欲しいし、これも欲しいし、これだってフラペチーノ。イエスと言ってよ。いつもさ、あれの2番さ、おりんちゃんコレクションって聞こえるの。え、え？お兄ちゃんコレクションか。そう、そう。おりんちゃんコレクションって聞こえる。嬉しい。だからだからだから because because あ because はなぜならだやばい。だからってなん、あ、分かった。だからそう、so I because I because 私はなぜなら I because you are very cute。Could you tell me the way to the castle? 今のは、お城。はいはい、わかるわかるわかる。お城への行きの行き方を教えてください。そう、唯一喋れる英文これ。え、なんかさ、歌知ってる？それの。しない。Could you tell me the way to the library? Library, wow, wow, wow って知らない？知らない。何それ。メジャー？メジャーデビューしてる？え、多分してると思う。本当にしてる気がする。そんなのあるんだね。そう。そりゃ覚えやすいな。すごいよね。うん。すごくてびっくり。あ、うち自分の癖分かった。なんかやばいこと言ったら唇隠してるわ。何ポーズ？ペコパさん。時を戻そう。面白いよね。ねえねえ、16期のさ、抱きつこうかのイントロとさ、うん、コウメ太夫さんって似てるよね。いくよ。チャラ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 チャンチャカチャンチャンチャカンチャチャンチャン。抱きつこうかを歌おうとしたら間違えちゃいました。ちくしょう。思わなかった。後ね、あのね、かおりちゃんが抱きつこうかで、なんかアレンジしてるとか私わかる。アレンジ好きなのかな。てて、待って、こちらになるかな。あれどこだっけ、もしかして恋なのか。待って、もしかして恋なのか。ねね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 ね。あ、待って、帰りに知りたくなった。クイッてクイッてやってる。何してんの。
かいつもあのさいつも鏡越しにさかおりちゃん近いからさ、うん、あ曲がる曲がる曲がれとか曲がるはいじゃあ私もある。何かお兄ちゃんに言ったことあるかもしれないんだけど、うん、なんか一番のさ海岸線のカフェテリアってあるじゃん、うん、それでなんか海岸線のカフェテリアってなんかコーヒー飲んでる雰囲気があるんですけど、うん、オリンちゃんこれうますぎて本当に紅茶が見えるんですよ本当にティーもなんかティーカップ持ってるみたいで本当にうまいって思って真似してます。何ティー何ティー、え、オリンちゃんねミルクティー飲んでるあれ多分、うん、そう面白い、え、もう真似、え、うまいわって思って真似した。海岸線のカフェテリア乗ってんのここに、ここに乗ってんのオリンちゃんティーカップがあとね、うん、なんだっけ、抱きつこうか関連の話でなんかしようとしたんだけど覚えてる？なんだっけ？わかんない。あ、なんだっけな、なんだっけ、うん、なんだっけ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 温度。ちょちょんがちょん。口閉じたらまずいんだなって思ってね。わかった、うん、あ、ちゃんと分かってくれてるんだなとは思ってくない？あ、うん、そうそう、理解してやばいこと言っちゃったなって分かってるんだなって思ってて、何やっけな、忘れちゃった。抱きつこうかよりなんかなかったっけ、話したいこと。なんだろう、好きだ好きだなんとかしなきゃ、味好き止まっただって、嘘、時が止まったよ。どういうこと？あの、しらけたってことですね。時を戻そう。何やっけな、あ、はいはいはい、ね、抱きつこうかな、うん、セリフイケメンバージョン歌うね、うん、なんだっけ、お世話になりました。そっとつぶやいたら、鼻の奥の方がツン、キュンとして、ツンとしてきた。また遊びに来いよ。なんて、ウキュン。そこだけなんかこう先輩の声が入るんですよ。おもろい？また遊びに来いよ。めっちゃイケボ。イケボ。やってみて今度。わかった。え、それ私の歌割りじゃない？あ、本当だ、やってよ。じゃあちょっと今度決めてこうやって出てくる。うん、やってた。じゃあうちお世話になりましたよね。お世話になりました。そっとつぶやいたら、鼻の奥の方がツンとしてきた。また遊びに来いよ。なんて不器用。楽しい。楽しいね。で、あとあれだし、なんかね、インスタライブって1時間しかできないの。え、今何時？だから多分そろそろなんかさっき教えてくれた方が 4分5分ぐらい後。やばいやばい、切れちゃうってこと？そう。大変。じゃあランキングが真っ赤とか言っちゃう。ショールームしかし。ショールーム。楽しかったね。じゃあ分かった。エンドトークしよう。いいよ。終わり。じゃあそれでは皆様方、今日はすいませんでした、本当に。じゃあ占いしよう、占い。明日占い。いいよ。はいはいはい。はいはいはい。さっきショールームでやったのと一緒でもいい？いいよ。じゃあ、おりんちゃんも言ってね。わかった。じゃあ、皆さんの明日のラッキーネット用語は、名前をつけて保存です。名前をつけて保存をネットでやるとラッキーになるので、試してみてください。あ、そういうことね。めっちゃ面白い。はい。おりんちゃんも名前をつけて保存してね、パソコンで。わかった。私も名前をつけて保存しとく。上書き保存じゃダメだよ。わかった。名前をつけて保存ね。うん。シャットダウンしちゃダメだよ。わかった、わかった。ネット用語なのそれって。違うの？わかんない。面白い。へきじゃあ、私の推しネット用語は、はい、うん。コメントをつけて、引用リツイート。おお、それなんだっけ、755？ツイッター。あ、ツイッターが755なんかあるかな、やじこめやじこめ
あと、リトーク。あー、ね、リトークは何でも言うか。え、これどうやって切れてくんの？怖い。なんか普通に切れるはず。でもあと多分3、4分あるはず。じゃあいい顔しとこう。ずっとこれでようよろ。ずっとこれでやってるの。うん。おりんちゃん可愛かった。ありがとう。ね、またやろうよ。え、またやろう？いつもできるよ。多分一人でインスタライブするよりめっちゃ楽しい。え、嬉しい。うるさいのにいいの？うん。面白い。あ、カウントダウンが始まってくれるらしい。え、一緒にやりたい。ハッピーニューイヤー。ドンって言っちゃった。え、お兄ちゃんのさ、耳動いてるのに動かない。だったら動くんだろう。仕組みが分かんない。ね。あ、動いた。動いた、動いた。にゃー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 。遅い時間までお付き合いありがとうございました。あ、全然。白い光の中に。もう切れちゃうんじゃない？めちゃくちゃ楽しかっただってね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。またどうぞ。ありがとうございました。え、なんかさ、野球、なんか部活動のさ、人とかさ、なんか運動部の人とかすごいなんか、ありがとうございましたなイメージない？あ、確かに。ある。なんかデパートの人が、ありがとうございましたって感じなイメージ。うーん。っていうだけ。で、おりんちゃんは、うん。ありがとうございますって感じ。かおりちゃんはどんな感じなの？え、なんかめちゃめちゃなんか走り回っていたコンサートとかの終わり。にゃん。お兄ちゃん可愛かったね。かおたん、あざした、あざした、あざしたって言うんだ。あざした、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すいません。マカロンはいかがですか？今ならお安くなっております。なんかそれ本当に椎茸とかに見える。辛いけど、否めない。否めない。否みたくもないのさ。その髪に。触れただけでうまいやん。面白い。まあ、本当にグッバイの時間じゃない？やだ、寂しいね。寂しい。カウントダウン一緒にやろう。わかった。でもまだ来ない。ね。意外と、あ、でもさ、何分、33分ぐらいに始めた気がする。あ、そっか、そうだよね。うん。え、寂しい。皆さんまた会いましょうね。また会いましょう。おりんちゃんまた会いましょう。また会います。みんなに言って。すごいね。え、147人の方が来てくれたってこと？そう。すごい、結構みんなインスタやってるんだね。ね、嬉しい。しかも多分、今見てる人だから、でももっといるはず、多分。え、今さ、143人の人にこれ見られてんの？そう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 。え、恥ずかしい。すごいよね、すごいよね。やばい、ちょっとちゃんとしよう。もう遅い。時を戻そう。そういうこと？やばいやばい、バカっぽいなって思われたかも。いやー。バカっぽいわけじゃなくて、バカなんです。バカなんですよ、すいません。すごいね。面白い。いっぱい話しちゃった。今度はおりんちゃんがいっぱい話していいよ。いいよ、私は本当にいいの、いいの。ありがとう。あ、面白い。